ロナルド・レーガンが出席して行われたアイオワ級戦艦ニュージャージーの最終駅式典の様子。戦艦の復活は600隻艦隊構想の目玉でもあった。600隻艦隊構想は冷戦時代にアメリカ海軍が実行した海軍軍備計画。傍聴を続けるソビエト海軍に対する優位を維持、確保するため。 1970年代から1980年代にかけて本構想が推進された黄色普及ミサイル巡洋艦アドミラルウシャコフとスラバ級ミサイル巡洋艦大型原子力巡洋艦である黄色普及の存在は600隻艦隊構想におけるアイオワ級の最終駅に大きな役割を果たしたとされる第二次世界大戦以後 質、量とも常に世界一の座にあったアメリカ海軍であるが、時代が下るとともに量的縮小を続け、1970年代には、総数400隻ほどにまで縮小していた。そこに挑戦者として名乗りを上げたのが、キューバ危機以降、政海圏の重要性に気づき、大喧嘩を押し進めていたソビエト海軍であった。急速な膨張を続ける。 ソビエト海軍は一部の分野においては、量的にアメリカ海軍の戦力を上回るまでに成長しており、原子力推進艦の黄色普及ミサイル巡洋艦やヘリ空母である、モスクワ級、ヘリコプター巡洋艦などが配備され始めていたため、本格的な航空母艦の保有も、時間の問題という情勢であった。これらから、当時のアメリカ国防総省は、 ソビエト海軍の本格的空母のアウトラインを以下のように予測した。また、当時模擬着艦テストが行われていると伝えられていたミッグ -27 がこれに搭載され、最終的には50機近い艦上機が搭載されるとされた。これに危機感を抱いたアメリカ海軍はソビエト海軍に対する現状の優位を確保すべく、 海上戦力の再編計画の立案に着手する。1981年初頭、ロナルド・レーガン大統領は以下の3つの国防目標を設けた。この方針に従い、ジョン・レーマン海軍長官は600隻艦隊構想を明らかにした。 しかし、1981年初めの時点で、アメリカ海軍の戦闘艦の戦力は475隻で、目標の8割にも満たない状況であった。1989回傾年度、アメリカ海軍は、保有艦艇600隻を達成し、ここに600隻艦隊構想を実現させた。600隻艦隊構想は15個航空機動群、4個。 水上打撃軍以下の艦隊で構成された。そのための艦艇として、主力艦、水上戦闘艦潜水艦、揚陸艦、艇、補給艦、その他などが必要とされた。キティホークとミズーリ退役を免れることとなった、ミッドウェイこの構想では、まず当時保有していた現役航空母艦の数を13隻から15隻に増強させるとした。当時は、ミッドウェイ、 コーラルシー、フォレスタル、サラトガ、レンジャー、インデペンデンス、キティホーク、コンステレーション、アメリカ、ジョニー F ・ケネディの通常空母が10隻と、エンタープライズ、ニミッツ、ドワイト・ディ・アイゼンハワーの原子力空母が3隻を、保有していた。1982年には、原子力空母としては4隻目となる、カール・ビンソンが収益し、席数は14隻に引き上げられた。 また、第二次世界大戦後建造された空母の老朽化が進んでいたため、寒冷延長計画が立案された。つまり、現役の空母を一隻ずつ交代で、ドックに入れ、二年半かけて回収を行うのである。公費は一隻あたり五から十億ドルとされ、一隻ずつ寒冷延長工事を開始したため、実質上の戦力は十三隻を維持するものとした。 アメリカ海軍は1983年の会計年度予算にニミッツ級原子力空母2隻分の建造費65億ドルを盛り込んだ。これでニミッツ級はニミッツ、ドワイト・ D ・アイゼンハワー、カール・ビンソンの3隻に加え、すでに建造が始まり1986年の会計年度中の収益を予定していたセオドア・ルーズベルト、1980年代末の 収益を予定していたエイブラハム・リンカーン、1991年末に収益を予定していたジョージ・ワシントンの6隻となる見通しとなった。しかし、5隻目が就任した時点で、コーラルシーは練習空母に退く上に、関連延長計画中の1隻がドック入りとなるため、この時点でも実質上の戦力は14隻となる。しかも、 エイブラハム・リンカーンとジョージ・ワシントンが収益する1991年にはミッドウェイにも寿命が来ることになり関連延長工事でドック入りさせていけば結局は通常空母7隻に原子力空母7隻で結局14隻の実戦力に変わりはなかったこの時点で8隻目の原子力空母の建造に目途が立っていなかったため 15隻体制の実現が難しいとされた。苦肉の策として、ベトナム戦争時に退役した、sx 級航空母艦、ボノム・リシャール、または、オリスカニーのどちらかを現役復帰させる計画を立てたが、効果の割に経費がかかりすぎるとして、議会の反対により幻となった。結局は1990年に退役を予定していた。 ミッドウェーが現役に止まることとなった。手法を制射するアイオワ600隻艦隊構想のもう一つの目玉が戦艦の復活であった。その砲撃能力の高さを評価され、モスボールされていたアイオワ級戦艦、アイオワ、ニュージャージー、ミズーリ、ウィスコンシンを現役復帰させた。無論、ミサイル前世の時代に大砲のみでは、 不十分とされたため、近代化改修で12.7センチメートル、連装砲4機が撤去され、核弾頭も、搭載可能なトマホーク巡航ミサイル4、連装装甲ボックスランチャーが8機と、ハープーン艦隊艦ミサイル4連装ランチャーが4機、搭載された。また、対艦ミサイルからの防御手段として、ファランクスが4機増設された。これらによって1984年初めには、 アメリカ海軍の戦闘艦数は516隻となり、1985年には545隻と増強され、当時100隻近くの艦を建造していたため、退役艦を差し引いても1989年頃には600隻の大台を達成するとの見通しが立てられた。600隻艦隊の構築から2年後の1991年。 この構想のきっかけとなったソビエト連邦が崩壊し、冷戦は終結した。これによって、大規模正規戦を想定したこの構想は、過去の遺物となってしまった。この冷戦の終結により、国防予算の徹底的な削減が行われることとなる。その運用に、多くの維持費や運用費、乗員を必要とする空母や戦艦は真っ先に、予備役。 退役の対象となり、アイオワ級戦艦の4隻すべてが湾岸戦争後に退役した。また、ミッドウェーなどの老朽化した空母も退役の対象となり、順次退いていった。ありがとうございます。